正しいお風呂の入り方8。浪費、消費、投資、市販とサロンのトリートメントって何が違うの？損する？損しない？柔軟剤と1割2の答えから知る正しいお金の使い方。ドラッグストアで売られている市販のトリートメントと美容室、サロンで購入するトリートメントって何が違うのかって知ってますか？この質問の答えを求めるためには、ある計算が解けると正解が導き出されますよってお話から、SDGs 環境問題や洗濯時の柔軟剤がいかに体に悪影響があるってことを知ってもらって、人生に必要な正しいお金の使い方までをお話ししていきますので、どうぞ最後までご視聴くださいませ。しばかい。さて、タイトルにもあります1割2の答えって何でしょうか？別にトンチではないので、まあ計算機で計算してみてください。1割2の答えは単純に、まあ 0.5 って学んできましたよね。小学校の頃、リンゴが3つあって2つ食べたら残りは1つになるみたいなことを習ったはずですし、まあ1割2は 0.5 って習ってますが、リンゴが1つあって2つに割ったら、まあ 0.5 と 0.5 に分かれるはずですよね。じゃあ存在していたはずの残りの 0.5 はどこに行ったかと思いますか？まあ皆様が習ってきた義務教育の中で、いつの間にか残りの 0.5 がなくなってしまっていても、分からないように生活させられてきてしまったわけですね。しばかい。例えば1というお金を稼いだとしても、その半分の 0.5 はいつの間にかなくなってしまっていても気づかないような生活を強いられていたわけです。あなたの周りも身近なもので残りの 0.5 を持っていかれているものってたくさんあるのって知ってますか？まず一番わかりやすく浪費してしまっている身近な残りの 0.5 から紹介していきます。しばかい。例えば洗濯機の柔軟剤ですが、今現在一般的な柔軟剤を入れるのが当たり前になってきてると思いますが、これもこんな柔軟剤なんて商品昔はなかったのと、まあ柔軟剤を使っているタオルで髪の毛を拭いていると髪の毛が痛むってこと。 90% の美容師は知らない柔軟剤で髪の毛は痛むをお伝えして、お客様皆様に柔軟剤をやめてもらったら、ご家族皆様の花粉症が治ってしまったり、あれだけ広がってしまっていて傷んでいた髪の毛が落ち着くようになったり、まあお風呂上がりや汗をかいてタオルで拭いているだけで体が痒くなってたのがなくなったり、柔軟剤やめて良いことだらけでした。しばかい。消費どころか柔軟剤を買うことで浪費した買い物をさせられていたってことに気づいたわけですね。これもまた残りの 0.5 です。お客様はこの先一生柔軟剤を買うってことはありませんし、まあ、無駄に使わされていた余計な買い物をしなくなることで奪われていた残りの 0.5 を少し取り返せる感覚です。しばかい。フォルムアルデヒドって聞いたことありますよね。まあ住宅に使う建材とか壁材とか接着剤などから人体に悪影響があるとして、建築基準法改正としてシックハウス対策に関わる法令等は、まあ、平成15年2003年の7月1日に施行されました。しかし、あの柔軟剤などのイソシアネートって成分はそのフォルムアルデヒドの数万倍も危険なのって知ってますか？国際的基準の ACGIH でもイソシアネートが特別危険な毒性化合物だっていうのを説明しているんですが、昔々私の悪い友達が吸っていた、まあ、トルエン、まあ、シンナーですよね、まあ、そのシンナーよりも何万倍も危険なんですね。柔軟剤使ってるお客様、頭痛、肌荒れ、髪の毛が痛む、乾燥肌、皮膚が痒い、頭皮が痒い、肌トラブル、頭皮トラブルなどなど、まあそういえば咳しますか？私はよっぽどのことがない限り咳ってしませんが、この YouTube はインドの工場の話ですが、外の空気を吸っただけで咳が止まらなくなるような原因がイソシアネートを含んだガス漏れ事故で、約8000人近くが死亡する事故が起きています。イソシアネートはウレタンに含まれており、そのウレタンがマイクロカプセルの原料になっているってわけで、例えば柔軟剤ならばキャップ1杯に約1億個のマイクロカプセルが香りを放ち、壊れると同時にイソシアネートが揮発していくわけです。2019年6月23日東京の北里大学で行われた日本臨床環境医学会でイソシアネートに関する発表がありました。柔軟剤や防臭スプレーなどに含まれるイソシアネートによる汚染が広がっており、環境中のイソシアネートにアレルギーを起こしている人が増えています。工場などでイソシアネートを含むウレタン樹脂を扱う労働者以外で一般の多くの人でIgE、まあ、アレルギー反応ですね、が陽性になったっていう報告は未だに世界中でも日本しかありません。柔軟剤などのイソシアネート対策が遅れている日本だけの状況のようです。イソシアネートは猛毒物質であり、皮膚、粘膜を損傷し、神経系を刺激しますし、発がん性もあります。微量でも人を傷つけますが、一旦アレルギーを起こすとさらに微量でも激しいアレルギーが起こることが報告されているのですが、EU もアメリカも禁止しているトランス脂肪酸でさえ日本はまだ使用しているので、食品が規制されてないので、雑貨に分類される柔軟剤のイソシアネートの規制はほぼ進んでいないのが現状です。まあ、今回のコロナ騒ぎでもそうですが、国は各自治体に責任を回しました。そしてワクチンを打つの強制ではなく、個人の判断とされています。国は守ってくれませんし、自分
分の体は自分で守るために自分で正解を探して勉強していくか、正解を教えてくれる信じられる人を自分の近くに確保しておく必要があります。芝会住宅街って、例えば住宅だけで3000万とか4000万するような住宅街なら、まあ、大体まともな住人が住んでる可能性が高いと思うんですが、まだまだ柔軟剤を使ってしまうことでの健康被害を知っているお客様は多くないのかもしれません。まあ、柔軟剤だけではありません。ドラッグストアで売られている商品で健康被害やアレルギー症状が出るものは他にもあります。普通に商品として販売されていても安全じゃないものってたくさんあるってことを知ってほしいと思います。あなたの周りの残りの 0.5 を探してみてください。芝会、まあ、茨城県だと有名な某ドラッグストアの、まあ、2016年の店舗数が1472件、まあ、2020年になると2012件と4年で540店舗も増えているわけですね。まあ、ドラッグストアがいかに一般的な消費者と言われる層に浸透しているかってことが分かりますが、まあ、買い物は応援だって話をしたことがあると思いますが、その潜在の会社を応援していて良いと思いますか？最近はスーパーマーケットと逆転してドラッグストアで食品を販売していますが、芳香剤とか柔軟剤とか入浴剤とか虫が来なくなるやつとか、雑貨が放つ体に悪そうな匂いがする中に置いてあるような食品を購入してしまうなんて嫌じゃないんですかね。まあ、お会計時に店員さんに雑貨と食品はお分けしますかって聞かれますが、店の中では一緒に置いてあるのに買って帰る時だけ雑貨と食品の袋を分けただけでいいんですか？ついさっきまで同じカゴの中に入ってたわけですよね。芝会、まあ、何かのコアな情報をね知りたくてツイッターとかで検索するってことは真実にたどり着ける可能性は低いです。 Google や YouTube で検索してもほとんどが消費者の層から脱していないような情報がほとんどかと思います。芝会、世の中はそんな感じで浪費を消費として感じさせるような生活を分からないように分からないようにしてきているのです。芝会、例えばなぜ1日3食食べるかって知ってますか？これは有名な発明家のトーマス・エジソンが自分で発明した電気とトースターを売りたいがために記者の質問にこう答えたとされています。トーマス・エジソンさん、あなたのように頭が良くなるにはどうしたらよいですか？という質問に対してエジソンは1日3食食べることですよというので1日3食を食べるようになったと言われています。まあ、電気とトースターを売りたいがためにそう答えたわけで、別に頭が良くなるとか健康に良いとか全く関係ないんですよね。芝会、土用の丑の日にうなぎを食べるって習慣も、まあ、幕末の万能学者として有名な平賀源内がうなぎ屋に夏場はうなぎが売れないので何とかしたいと相談されて、本日土用の丑の日と書かれた看板を出すことを提案したところ、店が大繁盛して、まあ、他のねうなぎ屋さんも真似し出したことが由来と言われていますし、まあ、バレンタインデーとかもお菓子のメーカーがただチョコレートを売りたいだけですよね。芝会、皆様は消費者ってよく聞くと思いますが、消費者のことを浪費者って言わないことが残りの 0.5 です。お金の使い方って3種類あって、消費か浪費か投資かなんですが、例えば食べ物を購入して食べて自分のエネルギーになるなら投資ですし、栄養関係なくただ空腹を満たすだけなら消費ですし、食べることで体に悪影響があるような食品添加物が多く含まれているようなら浪費ですよね。まあ、美容室的に言うとドラッグストアで購入したシャンプーとトリートメント、まあ洗い流さないトリートメント、まあ、使ってるお客様は髪の毛傷んでないですか？まあ、間違いなく傷んでますよね。髪の毛が傷んだから使い出したのか、使い出したから傷んでいったのかはもう分かりませんよね。先ほどの柔軟剤と同じ成分が入っているトリートメントを使っていれば、髪の毛のタンパク質を柔軟にするっていう作用が髪の毛の毛先を細くしてしまい傷むように作られていることで、またその商品を購入するってことを繰り返すことで消費していくのですが、そんな商品を使うことは消費でしょうか？髪の毛を良い状態にしたくて使っていたトリートメントが髪の毛が傷む原因なら消費じゃなくて浪費ですよね。そんなドラッグストアで販売されているシャンプーとかトリートメントをおすすめしている YouTube の動画も多数ありますし、美容師が本当は教えたくない市販のトリートメントとかの YouTube もありますが、サロン、美容室側のトリートメントとドラッグストアのトリートメントに成分的な違いがないから本当は教えたくない市販のトリートメントになるわけですね。まあ、丸丸ブロミドとか丸丸クロディドって成分が柔軟剤の成分と同じなんですが、シャンプーやトリートメントに入っていたら市販もサロン用も販売している場所が違うだけでほぼ同じ商品だってことを本当は教えたくない市販のトリートメントとしていることで紹介しているわけですね。芝会、
ドラッグストアで購入すれば数百円で買えるトリートメントとほぼ同じ成分でもヘアサロンで購入すると3000円も4000円もするトリートメントはどちらを購入した方が良いと思いますか？大体のお客様なら同じ成分だったら安い方を買いますよね。でもヘアサロンで購入するお客様は成分じゃなくてブランドを購入するって感覚なんですけど、まあどちらにしても髪の毛が傷んでしまうトリートメントなので購入しないことで浪費するっていうことを回避できるわけですよね。芝会わからないようにわからないように搾取されていた残りの 0.5、 まだまだ使うことや食べることやお金を払うだけでも消費じゃなくて浪費していくような身の回りのものってたくさんあると思いますので、お客様も残りの 0.5 を探してみてくださいませ。第8回目になります。正しいお風呂の入り方はいかがでしたでしょうか？また画面下の概要欄からおすすめのヘアケア製品のリンクもございますので、ぜひご利用くださいませ。リズムヘアデザインウェブショップのご利用もありがとうございます。またご質問がありましたらコメント欄からお願いします。皆様は正しいお風呂の入り方を習ったことがありますか？何回かに分けてビューティーの中でもヘルシーになれて無駄遣いではないヘアケアの方向の基礎を伝えられたかと思います。ご家族やお友達にも正しいお風呂の入り方って知ってる？って聞いてみてください。意外な話に発展するかもしれませんよ。今後も体験談などを含めて正しいお風呂の入り方として YouTube にアップしていこうと思います。今回も柴犬を見ながら髪質肌質改善チャンネルを最後までご視聴いただきありがとうございました。